にちは。ピーちゃんだと思った？思った？ふくー、ピーちゃんじゃないのです。私は頭の上にペンギンが乗ってる変な人です。よかった、コメント欄で私の名前考えてくれると嬉しいな。ペンペン丸とかやめてね、キモいから。私ペンギンが大好きなの。よろしくね。今日はピーちゃんのチャンネルを乗っ取ってみました。じゃじゃーん、びっくりした。今日はね、楽しいお話をしたいと思うの。うん、楽しいお話、楽しい話あったかな。おーおーおー、うるるる、うるるるるる、うるる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 る、うるるるるるる、やばい、自分の世界に入っちゃった。自分の世界に入っちゃった。ごめんなさい、よくこういうこともあるけど、みんなが楽しめるように私頑張るから。ファイオ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 。そうだ、ピーちゃんのチャンネルでは下ネタを禁止します。なので皆さん、こそこそイヤホンで聞かなくても大丈夫になりました。リビングで大音量で聞いても全然大丈夫になりました。ちっ、やばい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 、私なんてことを。ごめんなさい、私、ああああ頭が、頭が、うわ。待って、本当にヤバい人みたいになっちゃった。普通に喋るね、頑張る。なんかね、コメント欄で B ちゃんはもしかして下ネタを言わされてるんじゃないかな、大丈夫かなって心配してるコメント欄があったのね。それを見て B ちゃんが心が痛いって言ってたの。なんか心配されてる、びっくり。 B ちゃんびっくりしてた、なんか言わされてる人になってるって言ってたんだ。私もそれ聞いてびっくりしちゃった。ピーちゃんって下ネタ言わされてる人、無理やり言わされてる人って思ってる心優しいリスナーさんがいるんだって思ったのね。だからピーちゃん言わされてますって言おうかなって思ったの。言わされてました、下ネタ言えって今日言わされてました。だからもうピーちゃんは下ネタを言いません、うんこ。ピーちゃんがね、この前面白い話を教えてくれたの。なんかね、ピーちゃんがレコーディングに行った時の話。ピーちゃんがレコーディングに行くとね、スタッフさんがお菓子とか食べ物を用意してくれてるのよね。で、その食べ物とかお菓子がとっても美味しいんだって。スタッフさん本当にありがとうってピーちゃんが言ってました。見てるかな。それでね、心優しいスタッフさんがピーちゃんに聞いたんだって。これから美味しいお菓子とかご飯を用意したいので、ピーマルさんの嫌いなものを教えてくださいって言ってきたのね。で、ピーちゃんが自分の嫌いなものってなんだろうって、うんうんって考えたんだって。そしたら思い出してピーちゃんが言ったの。ウニとフォアグラが嫌いですって言ったんだって。そしたらね、スタッフさんが大丈夫です、そんなものは絶対に出ませんって言ったんだって。面白い、お前の脳内呼吸料理店か。ということで、初めての YouTube 動画でした。また皆さんの前に会えた時は久しぶりって言ってくれると嬉しいな。みんなバイバーイ、じゃあねー。